はい、こんにちは、バクです。幕末降臨伝をにやっていきましょう。じゃあね、再び十割山にやってきました。ここですね、おばあさんにもらった石板、このくぼみに合いそうよ。どうなるんですかね。じゃあはめてみるぜ。入り口、ばあさんの言う通り、こいつは人工の山かもしれないな。中に入ってくんだ。ひらみつと一回、炎の川が凍るとき、悪しき影よみがえる。なんのこっちゃ。やべえ、なんかすごい広大な感じがするんだけど。すごい広そうじゃない？塗り壁が出てきたよ。あっちのメンバーでは戦いましたけど、こっちのメンバー、あれ効かない。土属性吸収されてしまうのか。いや、硬いな。力が上がる。何もしてこないな。やっぱり北斗丸たちは強かったな。なかなか倒せないもん。強くない？塗り壁。待って。普通にボス妖怪じゃなくて、普通に出てきた妖怪なのかな、これ。いや、待って、ヤマト丸が69のダメージってえぐいな。夏目、あ、やっと倒せた。よかった。経験240。なんだろう、道を塞いでるのかな？待って、普通に出て、あ、よかった、違う。あー、敵の強襲だよ。あ、ランラン、ランラララン。うん。結構ダメージ入ってますね。いいね。混乱強いな。待って、敵の名前。人気。塗り壁じゃなければそこまで強くはないかな。物理ダメージが結構痛いかな。風切る頭巾を見つけた。それはどうかな。夏目に装備できないかな。ああ、できますね。敏捷性も上がりますね。また出てきたよ、塗り壁。待って、こいつめちゃくちゃ強いんだけど。なんか魔法が効くとかあるかな。ヤマト丸は何もできないから。防御しててもそんなにダメージ受けんの？強すぎじゃない？こいつ。あ、魔法効きますね。なんかいい感じの。霊氷波。火炎属性、霊氷波の方がいいかな。いや、効かないな。今んとこの雷樹液が一番効きますね。つっても倒せないんだよな。何？いって。物理攻撃ばっかりしてきますね。強いな、塗り壁。ようやく、なんか手に入れましたけど。ちょっとね、装備整えてきた方がいいんじゃないかな。また出てきた。マジどんだけ出てくんだよ、こいつ。火炎もそこそこのダメージだな。雷樹撃が一番効きますね。自在点はどうかな。226か。そんなもんしか効かないの。いや、ちょっと強いっすね。ここの妖怪。ちょっとレベル上げとかもした方がいいかな。いや、続々出てくるんだけど、塗り壁。こんなね、高頻度で出てきていい悪魔じゃないでしょ。悪魔じゃない妖怪。で、ヤマト丸武器変えたいな。ヤマト丸が全然戦力にならないですね。混乱とか効くかな？どうかな？ダメか。稲荷神やっていけますか。攻撃力を上げる。攻撃力を上げるっていうのは、術の威力はどうなんですかね。影響あるのかな。影響ないな。術には影響ないのか。あ、忍薬を見つけた。どうしようかな。そこから先に進めるんだけど、行ってみようか。行くだけ行ってみようか。ピラミッドと2階。何階まであるんだろう。渦の毒を見つけた。ちょっと待って、一回引き返そうか。
待って、入り口の左側。なんだこれ、旗音量。ダメージは入るのか。強いな。なんか術効かないかな。あ、効くな。術がすごい効くな。あんまりここの妖怪はお金を落としていかないですね。あ、こっち何もないのか。うわ、来たよ。いや、結構ね、術を使わせられるから、聖水もね、買い足してきた方がいいと思うんだよな。痛いな。ちょっと待って、回復してなかった、今まで全く。一回も回復してないや、今まで。まずいだろう。全体攻撃がめちゃくちゃ痛いんだけど。いや、魔力がなくなっちゃうよね。いやー、うざったいな、こいつ、本当に。オッケー。ジューロータの術頼みだな、塗り壁は。一回帰ろう。いろいろね、整えてから来た方がいいですね、これ。しんどい。敵が強いわ。急に。どこだっけな。この辺の、どっちでもいいかな。高千穂村。この辺でちょっと装備を整えてきましょうか。6700両まで上がりましたね。張りかけ壁とはいるかな。買っときますか。トウヤにね。で、夏目はどうしようかな。少しでも防御力上げた方がいいかな、鶴の衣で。言っても122だからそんな変わんないんだよな。あとは、飛脚の靴はなんでこれグラフィックが違うんだろう。いや、七草巨範4足買っときましょう。ほんで、あとね、武器や。あるな、七星剣。敏捷性差があるけど、こっちの方がいいかな。他は特に強いのないもんね。七星剣を北斗丸用に買いましょう。大和丸。これで装備整いました。で、ちょっと一泊して、あれ、ここ道具屋さんってないんだっけ？道具屋さんなかったっけ？あ、今までずっと気づかなかったんだけど、トーヤが泉の神装備してましたね。あ、ジュズ丸外してた。なんかトーヤだけね、しっかりダメージ通るなと思ってたんだけど。天下五剣装備してなかったかなか。しばらく戦ってましたよ、泉の神で。いつからかわかんないけど。ここに道具屋さんがあったけど。あれ、それ、そういう道具しか売ってないのか、ここは。違うんですよね。聖水を買い足していきたいんだよな。じゃあ、クジャクの羽を使って。あ、で、ちょっとね、気になる場所が他にもあるんで、ちょっと寄り道をしていきましょうか。あれ？ね、今日はここで止まらない？あ、出雲村？あれ、またなんか夢を見るかな？ね、この兄弟二人はやっぱり死んでしまってるのかな？もうここでいいぞ。村外れまで送るよ、兄さん。いや、いいって。留守中のことは頼んだぞ。おう、任せとけって。当や兄貴は心置きなく修行してきてくれよ。なんだ、泣くなよ、夏目。当や兄貴の旅立ち、邪魔するのか。泣いてないもん。何よ、馬鹿春季。なんだと、兄貴に向かって。夏目、元気でな。知らない。病気になっちゃうかも。怪我とかするかもよ。夏目、兄さんを困らせてはダメだよ。大神家を継ぐ人間には、武者修行の旅が定められているんだよ。終わったら、すぐ夏目のところに戻ってくる。いいもん別に。トンヤ兄さんなんかいなくても平気よ。夏目、おめえな。いいよ、春季。じゃあ行くな。兄さん。トンヤ兄さん、早く帰ってきてね。早く帰ってこないと、嫌いになっちゃうから。
夏目、分かったよ。あ、仲のいい兄弟だったんですね。あ、帰ろう。うん。ま、全然ね、思い出の中にお父さんとお母さんが出てきませんね。ただいま、夏目。まだ嫌いになってないよな。あれ、今の夢。なんだか懐かしい夢を見たような。二人して同じ夢を見てるのかな。待って、道具屋さん、あそこにあるな。あれ、聖水が売ってない。あれ、どこに売ってたっけな、わかんないな。町によって全然品揃えが違いますよね。待って、なんか一応ね、町の人の話とか確認しておいた方がいいかな。なんかちょくちょくね、内容が変わってる人がたまにいるんだよね。ちょっとここから一旦木綿に乗って、歩いて入れなかったここですね。ちょっとここが気になってたんで、あ、行けました。ここは何ですかね。高麗、ここを一人で任されている。高麗というものだ。うん。ここから出られる手段があったら、私を連れて行ってくれないか。あ、仲間になる？ありがとう。一人でずっといて寂しかったんだ。どうやって暮らしていたんだろう。食べるものとかさ。高麗が仲間になった。他は特に何もないのかな？なさそうだな。そのね、入り口の石像、何なんですかね、あれ。あれ何の石像なんだろう。風の宝術単体か。どうかな。強いのか強さがわかんないもんな。あ、でも風属性であれば、塗り壁には効くんじゃないかな。多分ね。最近ね、入れ替えておきましょうか。そんなところかな。なんか他気がかりないかな。いや、気がかりはある。ここは、こういうところは意外と何もないんだよね。待って、そこにもなんかある。あれ、あそこはどうやって行くんだろう。一旦もめんじゃいけないですね、あそこまで。何か他に行く方法、行く手段があるのかな？ちょっと気になったんだけど、こういうのとか。これ何？何でもないのか。一旦もめんをね、手に入れたことによって、何か行ける場所が増えたりとかしてないのかな？他にも。うん、石舞台。ここの石舞台は相変わらずね、なんか重労働に止められてしまうんだな。こんなところに用がない。え、なんだ。ここから東側ってこと？マップが切り替わりましたね。で、ここは最初の飯田町ね。あ、富士山とかも行けるんだよね。富士山なんか探検できるの？あ、なんか書いてある。現立ち入り禁止か。あ、進めないんだ、富士山。登頂できなくなってるんですね。なんか、どこかのタイミングで来ることになるのかな。うん、ちょっと今回は、結構探索というか、散策がね、メインになってきてるんですけど。他は特にないかな。ここはね、江戸でしょ。江戸があって、で、ここから東北。東北はあんまり北の方まで行ってないんだっけ？違うな、そこ、隣、あ、待って、新しい村があるよ。あ、新しい村がありますね。あ、東北の方全くうろうろしてない。村がたくさんある。ここら辺は関東ですね。北関東。いや、というか関東か。え、ちょっと待って。新しい村があるんだけど、装備ってなんか品揃えが違ったりするのかな？新潟村。新潟村って来たことないよね、まだね。早速防御屋さんがあるよ。いや、大したもの売ってないな。特に何もないのかな、この村は。あれ、新潟村って来たことないよね。偉い村には行ったかい？あそこの近くに変な山があるんだよ。
確か、帳山って言ったな。うん。見ない顔だね。松吉さんっていつもあたいに意地悪するのよ。こいつだ、松吉さん。お前か。妖怪にはいいやつもいるんだって。俺には信じられないけど。この国のどこかに土偶のかけらというものが3つあるんだ。それをくっつけるとすごいことが起こるっていうぜ。すごいことってなんだ？さあな、でももし土偶のかけらを3つ揃えたら、俺のところに来いよ。俺がくっつけてやるからさ。あれ3つあるよね。土偶のかけらを揃えたのか？貸してみな。うん、渡した。え、どうなるんだ？ほら、これでくっついた。土偶になるの？え、土偶。我を呼びしはそなたか。埴輪が喋った。我は古き雷。我に願いのありし者は祈るがよい。ならばお願いです。古き神よ。我らに力をお貸しください。この国を守るために力が必要なのです。相分かった。我の力をするときあらば、我が名を呼ぶがよい。埴輪じゃ来てくれないんじゃないかな。土偶って呼ばなきゃいけないのかな。あ、十郎太は土偶を下ろせるようになった。ちょっと抜け駆けしましたね、今ね、十郎太ね。今回は誰がって選べなかったんだ。シク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 。なんだ、泣いてるのか。私は妖怪の生贄にされてしまうのです。それが悲しくて、シクシク。生贄？変だな、村人は。誰もそんなこと言っていなかったが。死にたくない、シクシク。妖怪と戦いますか？待って、セーブしてから行こうぜ。俺たちには関係ないことだよな。ちょっと待って、セーブ。お地蔵さんどっかいたよね。わかんない。見てないけど。あった、ここにあった。ちなみに今の土偶はどういう効果なんですかね。土偶の分身を放ち敵を攻撃。攻撃系の神おろしか。属性は何なんですかね。まだ泣いてるのか、あんた。助けましょうか。助けてくださるの。ありがとうございます。またヘビ妖怪。またヘビ妖怪かよ。あ、食ってやる。覚悟しろ。どうさせるか。妖怪に襲いかかった。何、別個体。別個体のヘビ妖怪ってこと？とりあえずね、神おろしとか使っていきますか。稲荷神。だいぶできることが増えてきましたね。で、殴ってみよう。効きますね。で、土偶もやってみますか。遮光器土偶。こんな感じ？土偶が飛んできた。効くのか。これ何属性なんだ。そこそこ強いですね。まあそんなもんか。弱いな、ヘビ妖怪。こいつも倒したら仲間になるのかな。ね、雷樹撃とか使ってみますか。いや、そんな効かないな。あ、見て、オレンワイだって。あ、出てきた。あ、全然効かない。弱いな。ちょっとね、火ダメがかさんできたな。一回回復しておいた方がいいかもしれないな。あ、倒せた。うん、ホモデンタ上昇。ヘビ妖怪でしたね、また。まだいるのか？2戦目？マジかよ。連戦かよ。何？ヘビ妖怪ってたくさんいるの？ちょっと一旦回復だな。え、これで終わりかな？まだ3戦目とか来るかな？とにかく殴っていれば倒せる相手でもあるので、ひたすらぶん殴っていきましょうか。ちなみにこの稲荷神の攻撃力上昇は、効果永続なのかな。何ターンとか効果制限があるんですかね。夏目の攻撃が57なんで、もし下がったら効果が切れたと。あ、待って、こいつ混乱したぞ。あ、でも混乱は殴ると治っちゃうんだよね。夏目の攻撃がこの57とか58ぐらいだったら、まあ効果がまだ効いてるってことですね、稲荷神の。いいぞ。あ、倒しちゃった。まだ来るかな。どうなんだ。
ありがとう、勇気ある者たちよ。クシナダ姫。私はクシナダ姫。そなたたちの心と力を試したかったのじゃ。じゃあ今戦ってたのはヤマタノオロチだったのかな。それでは、さっきのヘビもあなたの仲間か。そうじゃ。そなたたちは真の勇者たる心の強さを持っておる。気に入った。力を貸そう。特にそこの少年。あれ？そなたは私の夫のスサノオ様に似ておる。他人とは思えぬのじゃ。スサノオ様って神様でしょ？ヤマト丸が似てるの、本当に？そうとも。では、私が必要な時はいつでも呼ぶがよい。あ、なんか、神おろしいきなり増えましたね。スサノオ様にね。スサノオとかも出てくるのかな？クシノダ姫を下ろせるようになった。これはね、ヤマト丸なんだ。男は武士道だ。男は武士道だ。まあ、ここ寄り道してきてよかったな。俺は自由な独身主義者さ。やれやれ、どこかにいい嫁はいないかね。うちの兄ちゃん未だに独身なんだ。すねかじってるんですね。うちの人は江戸に働きに行ってるの。お腹すいた、何か作ってくれよ。お腹すいた、なんかチクって。なんか大変そうだな。他にも何かあるかな？結構ね、建物がたくさんありますね、この村は。うちのじいちゃん、元学者なのよ。うちのじいちゃん、この人か。この国には、霊気の流れが走っておるのじゃ。この国が栄えてきたのは、そのおかげなのじゃよ。それが霊血。俺もじいちゃんみたいに頭良くなるんだ。オルシュ版なの。こんな広い。ワンルームなんですね。命は大事になされ、長生きはするものじゃよ。待って、あそこの。まあね、大体、どの村の子供も足が速いんだ。ちょっと避けられた。おい。確かここを通ったと思う、さっき。ここで待ってれば。嘘だろ。かわされるんだけど。なんでかわされるの？あ、これが松吉。おのぶちゃん、おいらのことどう思ってるのかな？嫌がられてたよ。木なんだね。この建物は広いな。拙者も旅人じゃ。この家で一休みさせてもらっておる。誰の家？誰の家なの？あの、新選組の建物と同じ作りの建物ですね。長旅の途中かな。頑張りなされ。あの浪人さん、ずっといるのよ。居候してる。旅の途中なのに居座ってるんだ。いや、まだ建物がたくさんあるんだよな。なんだこのカクカクした動きは。村を出て北に行くと海辺の村だ。もう一つなんか村がありましたね。あんちゃんたちどこから来たんだ？妖怪もどこかに村があるのかしら。村がある妖怪の村？まだまだ若いもんには負けんぞい。うちのじいさん気だけは若くての。結構ご老人が多いですね、この村は。あ、そんなところかな。これで一通り話は聞けたかな。あ、まだ井戸の人がいた。そちらのお武家様、素敵ね。十郎太ね。どこに行っても人気だな、十郎太は。よし、じゃあね、一通り村の中も、見て回れたと思うので、一旦今回はこの辺で終わりにしましょうか。ちょっとフラッと寄ったね、新潟村だったんですけれども、神おろしが二つも増えましたね。もう一つね、まだ行ってない村が先ほどあったので、またそちらも次回ね、行ってみたいと思います。ちょっと一通り確認してから、あそこ、とわり山、向かっていこうかなっていう感じですね。ちょっと敵が強かったんで、できる限りね、準備万端でいきたいなと考えてます。それでは、ご視聴ありがとうございました。ではまた。